三里,三里浄水場、三里浄水場、三里浄水場は埼玉県三里市彦港にある東京都水道局の浄水場である。昭和60年1985年6月24日、通水。減水は利根川系の江戸川の表流水から引き入れている。三里浄水場は都心から北東へ約 20km の埼玉県三里市彦港に 築造された東京都水道局で4番目の施設能力を有する大規模浄水場である。減水を自然流下で導水し、減水ポンプで着水位に用水した後、薬品沈殿池及び急速、ろ過地で浄水処理され、オゾンと活性炭を組み合わせた高度浄水処理した後、浄水は2系統の送水管路で区分に送水する。一つは、三里再生。 内径2 6 0 0ト、mm、ルにより、葛飾区にある水元給水所を経て、北部幹線で3 1トル離れた練馬区にある練馬給水所へ送水し、主に区部の上塞、上南に給水している。もう一つは、三里東線内径2 6 0 0ト、mm、ルにより、金町上水場を経て、東南幹線で江東区にある高東給水所及び有明。 給水諸島に送水し、主に区部の東南に給水している。正式部署名は東京都水道局金町浄水管理事務所三里浄水場である。三里市一帯はもともと江戸川と中川に挟まれた平坦な水田地帯であり、地盤は氷河期以前の河川の浸食により形成された最大50メートルの深度の埋没国と呼ばれる。 地形に、お奇層が堆積した典型的な軟弱地盤である。またお奇層は、未固結であり、水分を多く含み地下水位が高い。このため地震発生時には液状化現象の発生が予想されている。最近では、平成16年2004年10月23日に発生した新潟県中越地震では、簡易水道の小規模浄水場が崩壊して、 排水不能に陥ったケースがある。三里浄水場は、厳しい地質条件に対し、耐震性を確保するために、基礎杭はは全て四字食い基礎とし、サンドコンパクションパイル工法及び、バイブロタンパ工法を採用し、念入りな点圧を実施して、建築施行された。横越流方式の潜り席で浄水場から南東、約メートルの江戸川上岸に八門を連続配置し、 各門から取り入れた減水は、線形水路で、取水機関に収水し、取水所の接合位に同水する。取水機関入り口にはゲート及び操作室を配置している。取水するための管理施設で、取水接合位、縦6.6メートル横19.0メートル、高さ21.9メートル、取水ゲート、厚生電動ローラーゲート、2500ミリメートル2000ミリメートル、 流量計、取水量を調節する、流量調節弁、厚生電動バタフライ弁、ファイ 2600mm に、水質監視用水質計器等を設置している。また停電時に備えて、自家発電設備、ガスター便参照交流動機発電機、210、ボルト220区場を1台設けてある。陳車値、長さ62.2メートル幅14.8メートル。幅 有効水深4.0メートル日、有効容量3670メートルは、減水と共に流入した土砂を沈降させる池で、取水口から0.6キロメートル離れた地点にあり、池にはゴミを除去する自動除塵機、ロータリースクリーン4や油流入事故に備えて、油膜検知装置1台及び油回収ポンプ4台を設置している。導水路は取水所から、 新車池を経由して、減水ポンプ所まであるが、安全や保守性を考慮して、鎮車池までは4連、減水ポンプ所までは2連になっている。減水ポンプは、三里浄水場用、立軸車流、ポンプ1台、横軸量水込み渦巻きポンプ4台及び、埼玉県企業局新三里浄水場用、横軸量水込み渦巻きポンプ4台があり、 双方とも液体抵抗器による二次抵抗法を用いた回転数制御及び台数制御により減水量の変動に対応している。新三里上水場用の機器一式は東京都水道局が維持管理している。長円倒立型をしており、1号池、長さ25.0メートル幅24.0メートル。幅 有効推進5.05メートル、有効容量2700メートル及び2号池、長さ24.0メートル幅24.0メートル、有効推進5.05メートル、有効容量2500メートルのデュアル、二重系である。長さ17.0メートル、幅5.0メートル、有効推進7.0メートル、有効容量2700メートルで2池ある。上下長さ フラッシュミキサー、立軸かタービン型、翼系、ファイ 2700mm18.5kW2 台、池により無機量集材、PAC、ポリ塩化アルミニウムを注入した減水を急速、攪拌する。機械攪拌方式と比較して、エネルギー消費が少なく維持管理の容易な、上下水平雨流打ー方式を採用した。この方式は、 導流壁による水平折り返し水路の中に上下交互の素流板を設けたものである。長さ13.9メートル、幅30.4メートル、有効水深4.0メートル、有効容量1440メートルで16池、ある。30分かけてゆっくりと拡拌し、細かいフロック同士を結合させて、大きく重いフロックに成長させる。水流及び、 水質の負荷変動に対しての干渉機能を持たせて、弾力的な運用を図るため、放流式の前段池及び、宇野式傾斜板沈降装置を設置した、後段池に分かれている。長さ39.1メートル、幅30.4メートル、有効水深4.0メートル、有効容量4750メートルで16池、ある。傾斜板装置、高質塩化ビニル樹脂製。 番、間隔 85mm、傾斜角60度及び排泥、早機器、釣り下形中央駆動回転式、64台から構成されている。沈殿したフロックは、格段池ごとに設置した回転式の排泥、早機器により、底部集泥室にかき集められ、自動的にハイデーする。上積みの沈殿処理水は上部に設けられたトラフで、収水される。は、 エバラインフィルコ株式会社、現在の株式会社エバラ製作所製の GLF、グリーンリーフフィルター自然平行型ロ価値を採用している。これは、表面洗浄、表洗いは、表、洗いポンプ、ファイ 350mm250mm、土質流量分速 15.6m イン、用ほど 60m、電動機出力 220kW、4台及び、 回転式二段表面洗浄装置を用いるが、逆流洗浄、逆洗いはユニット内の他のろ過値で処理した、ろ過水を用いるもので、真空細縫及び石を用いた省エネルギーで、保守管理の容易な、優れたシステムである。ろ過層は、アンスラサイト、総圧 30cm 及び砂、総圧 45cm を用いた、重力固定二層ろ過方式を用いている。 砂のみを用いた炭素ろ過方式と比較して色高が上がりにくいという長所を有しているが、反面ろ材が砂と比較して軽い短所がある。従って、洗浄水量をやや少なめにしないとアンスラサイトが流出したり、沈殿処理水の流入をうまく調整しないとろ材が不力を起こすので、ろ過地制御は注意を払う必要がある。通常の洗浄は任意に選択した。 ロカチを自動工程で洗浄する様になっている。また、用地の有効利用を図るため、ロカチの下部に排水地を設けた、階層構造としている。上下水平雨流式で中塩素根地、長さ18.8メートル、幅6.0メートル、高さ5.2メートル、日お及び、五塩素根地、長さ43.6メートル、幅6.3メートル、高さ4.7メートル、 4値に分かれている。中塩素コンワッチは薬品沈電池とロカチの中間に位置しており、中塩素処理時の拡販及びアト PAC5 業種処理時の拡販を行っている。5塩素コンワッチは5塩素及び5化成アト酸化ナトリウムの拡拌を行っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。